皆さんこんにちは。テコデザインの梅門です。先日も初めて動画を出しましたが、ウェルカム HR という新しいサービスを紹介しております。梅門、インポート大好きということで、インポート柱として、新しいサービスでどんな風に CSV でインポートするのか興味津々でございます。というわけで、従業員を一括でインポートしてみたいと思います。うまくできるかなそれでは画面を共有。 こちら、管理者としてログインしたトップページになります。いきなり社員管理っていうのがトップページなんですね。さて、このウェルカム HR なんですけれども、どんな機能が揃っているかっていうのは、この間の動画を見てくださいね。もうあっという間にね、年末調整まで終わらせちゃいましたよ。さて、この間ね、梅門を管理者が招待して、梅門自身が従業員としてデータ入力したんですでそれを上長というか、管理者が承認したので、 ちゃんとデータ入力が完了しましたよっていうステータスになっております。どんどん人を増やしていきたいと思うんですけど、例えば、ここからやるのかなこの契約作成、個人情報取得っていう。てこれを押すと2つの選択肢が出てきて、 画面で手動で入力するっていうやり方と CSV アップロードというのがあります。先にちょっと手動で入力する画面もお見せしますね。これから入社される新しい人に対して、例えばテコデザインのどんなところに就職してもらうのかっていうのを、まあ、たくさん店舗があるっていう前提でですけどね、選んでもらいます。あとワークフローっていうのがあって、いくつかの書類を 添付して送って、それに合、OK、計サインをいただく。例えば、労働通知書とかですね。そういった条件面が書いてある書類などを、この入社のタイミングで交付して、本人が了承して、それでオンラインで契約もバッチリだよねっていう機能。そして、最終的にこの本人のアドレスを打ったら、招待のメールが届くので、本人はそのメールを受け取った画面から、 スマホでサクサクっと自分の入社の情報を管理者にお伝えすることができるというような流れになっております。入社が少ない場合はこういうふうに画面で一人ずつやるのがいいんですけれども、毎月毎月何十人も入社するっていうこともあると思います。そもそもウェルカム HR というのは、 たくさんアルバイトを抱えるような組織とか、たくさん店舗があって、バラバラになって回収するの大変だよねっていうのを救うためのクラウドサービスになってます。すごくシンプルに、機能があえて限られているので、アルバイトさんでも使いやすいっていう風になっているんですけれども、逆に考えると、それぐらいたくさんの店舗があるようなところって、毎月すごく人の入れ替わりが激しかったりしますよね。入社も毎月毎月何十人もあるようなケースもあるかもしれません。そんな時に、 CSV で一括アップロードしたいですよね。もうね、私、インポートが大好きです。そもそもインポートは何を指すかというと、一括のファイルで何十人も一気に登録ができるっていうようなイメージなんですね。最低限の表計算の操作方法が分かれば、そんなに難しいことはないので、ぜひトライしていただきたいなと思います。インポートガイドをご確認くださいってあるので、これをね、別タブでちょっと筆形のハンドブックということで、これちょっと後で見ながらやろうと思います。 ただし私はあんまりね、このね、ガイドに頼らないでも、ハーモス勤怠管理、キングオブタイム、ジョブカンもやった、フリーもやった、マネーフォワードもやった、ジンジャーもやった、ということで、一通りの大手のサービスのインポート、私何でもこなしてまいりましたので、今回もすんなりインポートさせたいな。さて、まずひな型が欲しいんですけど、あ、これひな型自分で作るんだ。 CSV ってテンプレートが決まってますよね。テンプレートって要するにひな形ですね。決まった形で入力しないと、このシステムが読み込んでくれないので、表計算ソフトで編集するんですけど、そうか、自分でテンプレート作ることもできるのか。2種類今、デフォルトのテンプレートがあって、ちょっと中身見てみましょうね。あ、これだけでいいのわーすごいな、なんか、これだけでいいのか。ちょっと待って。一番初めに従業員を、 環境に招待するだけだったらもう本当に必須項目ってすごい少ないんだ。ちょっと今スプレッドシートに落として編集してるんだけど、これは何ですか上記のコードはシステムで読み取る際に必要なので絶対に削除しないでください。だって、だからここはもうアンタッチャブルな領域として黄色にしておきましょうね。そして、これはメールアドレス。フォーム名って何じゃはいはいはい。契約開始終了かな このね、2行はサンプルの行なので、後で消すよってことで、灰色に一回しておきますね。じゃあ、鉄砲デザインで、3人招待してみよう。メールアドレスは秘密なので、白い文字で書いておきますが、このフォーム名って何をすればいいんだろうって思ったら、だいたいこの環境に今入ってるフォームの一覧を見に行けばいいのかな設定かなフォームっていうのはどこにあるのかなフォーム、フォーム、フォーム。これか。 個人取得フォーム、個人取得フォームのことを指していると思われる。なるほどね。だからこれをカスタマイズサンプルっていうのをやればいいのかな。違うな。依頼するのはこうやな。依頼するフォームは個人情報取得のカスタマイズサンプル。これ えーと、契約とかじゃなくて、本人が自分の住所とか入れるときに、どういう規則性で入力させるかのカスタムされたものですね。例えば、通勤手当のところは、うちの事業所はこっちで入れるから入れなくていいよとか、そういうのをフォームのところで先に決めとくと思うんですよ。ほらね、こういうふうに、雇用形態のところは編集させないようにしとこうぜとか、そういったことを細々決めておくのがフォームですね。個人取得フォームのこと。で次に、従業員と会社で結ぶ契約書。 の配布なんだけど、契約書はどれを添付して招待しますかってことで、契約書の名前もちゃんとコピーしないといけないので、じゃあ制約,制約書だけいいかな。これで、この完全一致でタイトルを多分ここに入れればいいと思いますよ。 だいたい各社とも CSV の作成のコツっていうのは決まってるんですよねで。エラーになる時ってここになんか無駄なこのね、スペースを入れちゃったりとかすると、それがね、エラーの元になったりするので、こういうフォーム名とか契約書名とか入れるときは必ずもう画面からコピーした通りの完全一致を目指しましょうね。そして、開始日終了日。開始日終了日わかんないときはね、一回画面を見た方がいいですね。一、えー、回戻って、 で、手で入力するときはどういう風な感じだったんだっけっていうことだから、制約書。 はいはい。詳細設定、契約日かな契約日じゃないのか。わからん。この開始終了がどのように反映されるかよくわかんないのと、あと基本給与っていうのがどうかな試しにちょっとこの4列を削除してぶち込んでみましょうか。で、このあのサンプル業も実際にはいりませんから削除してからやってみましょう。いやーどうかなあのメールアドレスこれ見えないけどちゃんと入ってます。これで3人ちゃんと招待できるのかなんでここの日付消したかというと、 制約書の中には開始終了日っていうのがなかったから、なしでいけるんじゃねと思ってちょっとやってみます。ダメだったらまたやり直そう。はい。CSV を、あ、なんかいけそうだよね。ここでプレビューが出てます。プレビューが出てますけど、この瞬間ではまだちょっとエラーが出るかどうかまではわかんない。ただその表を読み込んだよって見せてくれてるだけだから、インポート完了時にメールを送信。いいや、ちょっとこれでやってみましょう。で、インポートファイルの中には従業員自身のメールアドレスが含まれているので、 うまく取り込まれたら速攻で従業員に招待メール届いちゃいますけど、それでいいですかっていうふうに今質問が来てます。はい、お願いします。お、ここに進捗が出るのかなあらら。一発 OK じゃないこれ。CSV ファイルが正常にアップロードされ、契約者一覧にメールが送信されます。完了ほんまかいな。これでちょっとこの画面を更新してみましょう。増えるのかふ、うんたー <laughs> いやー、私、天才じゃん。これ、一発 OK やん。ちょっとこれ、じゃあちょっとその従業員の受信ボックスがどうなってるかお見せしますね。こんなに素敵なメールが届くんですよ。大きくしましょうね。こんにちは、梅門さん。テコデザイン株式会社より契約書が届きました。契約書の締結にあたっては、 ウェルカム HR の入社手続きシステムへの登録が必要です。ああ、なるほどね。学生のバイトさんなり、そのパートさんなり、入社したなと思ったら、いきなり全然関係ない会社から、このウェルカム HR っていうところからメールが届くから、え、何これって思っちゃうわけですよね、はじめは。 だから、こういうふうにちゃんと説明があります。入社したのはテコデザインなんだけど、このシステムを使って今から入社手続きを行ってもらえますよって優しい予告が出ております。これすごく気が利いてるな。で、本人はこのリンクからですね、さっきの雇用条件を確認っていうふうに映るわけです。で、選んだものがこの、えー、契約書だから、契約書か。 制約書にまず行くわけなんですけど、えー、制約書の内容は、この他の管理者の方で定めている通り、このような内容が送られていると。 こういうことを守りましょうねっていうのをこのリンク先で本人が読んでサインするということで契約が楽々オンラインでペーパーレスの契約ができちゃうわけですね。ちゃんと法整備も整っておりましてオンラインのものでも契約書としての効力を生ずるっていうふうになってますのでご安心ください。これで従業員の招待ということができました。本人がまだデータ入力とかしてないので状況は 送信済みなままですね。その本人のマスタに入って依頼というタブを開きますと、いつその依頼をかけたかっていうのとかのログが見れます。さっきの6時過ぎに送ったけど、まだ書いてないねとか、そういうことがわかるわけですね。それから在籍中に変更というのをすれば、もうすでにうちの社員ですみたいな感じで、 管理者側でボタンを押すことで、ステータスが内定者じゃなくて在籍者になりますから、3人招待したうちの1人だけもう在籍状態に切り替えましたので、こっちに、この在籍中っていうところに乗ることになりますね。はあー面白いですね。そして、残りの2人はまだ在籍状態に切り替わってませんから、 内定者というタブにいることになります。例えば残念ながらこの梅モンテスト2が入社の手続きとかやってる途中になんかちょっと現場の店長が嫌とか言ってすぐ辞めちゃったと。入社してすぐ辞めるって意外とあるあるだと思うんですけども、そんな時はちょっと残念ですけれども、こちら一回在籍中にしてもらって、その後で退職に変というふうになります。そうするともう退職扱いになってしまいますから。 さっきの画面見たら一人消えてて退職のところにテスト2という子がいるということになります。こんな感じで従業員がどのステータスであるか切り替えることによって非常にわかりやすく管理することができます。それからもう一個やってみたいのがあって、ステータス変更テンプレート。これなんでしょう気になります。 なるほどね。このステータス変更テンプレートの中には、今、面で一人ずつ内定者から在籍中にしたり、在籍者を退職にしたり、一人ずつ切り替えたんですけれども、それもまた大量の退職者とか、やっぱり年度末とか多いと思うんですよね。一気にステータスを変えたいときは、このステータス変更テンプレートというのがすでに用意されておりますので、そちらをご利用ください。書くところが少ないので、すごくシンプルです。 それから、毎月毎月、その会社ごとに入社の時に頼むものがかっちり決まっている場合は、自分が今やっているように、これとこれとこれと、CSV のテンプレートを作っておくのがいいですね。例えば、学生アルバイトで未成年の子が入社してきた時には、ちょっと保証書も欲しいから、これが入ったテンプレートを作っておこうとかですね。そんな感じで利用するのが良いかと思います。 何か不明点があったら左下にいつもヘルプっていうのが出ているのでチャットができます。すごく可愛いボットが対応してくれますのでぜひこれもご活用ください。というわけでいかがでしたでしょうか毎月たくさんの入社退社がある場合こういうのを絶対使いたいですよね。いつまでも現場の人に手で紙で書いてもらってくしゃくしゃになったのをまたこれ回収して 本部に郵送とかやってませんかとあとなんか今ファックス送りましたって担当者の誰々さんに電話させるとかやってませんかすごく不毛なことだと思いますのでクラウドに頼りましょう。そういうアナログなことから解放されましょう。次作る動画の内容ねもう決めてまして私インポート柱なのでインポートで給与明細を発行するところまでやってみたいと思います。さらに9月の15日私ども クラウドステーションという場所があるんですけれども、ショールームがあるんですが、そこでこのウェルカム HR さんの CEO をお呼びして、うちの社長と対談していただくというセミナーもございます。まだ年末調整を紙でやってるんですかオンラインにしましょうよ。そんな内容になっております。ぜひお申し込みください。待ってます。それでは、テコデザインのプロダクトサポート、梅門でした。